ピエモンテ州とロンバルディア州のサクリ・モンティは、イタリアのピエモンテ州とロンバルディア州にあるユネスコの世界遺産登録物件名。サクロ・モンテは、聖なる山を意味する。本物件では北イタリアの9つのサクロ・モンテが、世界遺産に登録されている。サクリ・モンティの造営は、15世紀から16世紀にかけて、エルサレムやパルスチナへの聖地巡礼の代替として、 始まったと言われている。当時、エルサレムはイスラム勢力下にあり、巡礼はほぼ困難であった。1480年頃にバルセシアのバラドを見下ろす丘の上に最初の聖山が造営された。その後、1535年のトリエント公会議の結論を受け、プロテスタントの宗教改革に対抗するため、バラドモデルとして、クレーア、オルタ、バレーゼ、オロパ、 オスチョ、ギフファ、ドモドソラ、バルペルガの八つの聖山の造影が行われた。特に、これらは、ミラノ司教、カルロ・ボロメオの強い支援を受けた。18世紀以後も、サクリ、モンティの造影は行われた。しかし、この頃の建築は、宗教動機が薄れたデザインになっている。バラロのサクロモンテは、ピエモンテ州、ベルチェリ県、バラロに所在する。 1480年頃に造営された初期のサクロ・モンテで、数多くの彫刻やキリストの受難を描いたフレスコ画が残る。エルサレムを模して作られたので新エルサレムとも呼ばれる。16世紀の対抗改革の影響を受けて変更が加えられた。ナザレやベスレヘムを模したレイアウトに45の教会がメイン通りに沿って建っている。クレイヤのサクロ・モンテはピエモンテ州。 アレッサンドリア県にあり、正式名称をサンタマリア・アッスンタのサクロモンテという。1589年に造営。現在は23の教会と5つの住居跡が残る。オルタのサクロモンテはピエモンテ州ノバーラ県にあり、正式名称をサンフランチェスコのサクロモンテという。ここの造営は3つの機関に分けられる。 第一の期間は1590年から1630年頃までで、その頃より古い様式のものが多い。第二の期間は17世紀末までで、バロック様式。第三の期間は18世紀末までで、脱バロック様式を狙ったものが多い。バレーゼのサクロモンテは、ロンバルディア州、バレーゼ県にあり、正式名称を、ロザリオのサクロモンテという、 1474年から巡礼地となる。1604年から約 2km の道に沿って造成が始まる。多額の寄付金が早くに集まり、他の桜門テより早く工事が進み、1623年までに13の教会が完成。1698年に全ての教会が完成した。教会、井戸、噴水の様式は、 彫像やフレスコによる装飾で変化が与えられている。オロパのサクロモンテは、ピエモンテ州、ビエラ県、ビエラにあり、正式名称を、ベアータベルジネのサクロモンテという。オスチョのサクロモンテは、ロンバルディア州、コモ県にあり、正式名称を、ベアータベルジネディソッコルソのサクロモンテという。ギッファのサクロモンテは、ピエモンテ州、 ベルバーのくじをオッソラ県にあり、正式名称をサンタトリニタのサクロモンテという。ドモドスソラのサクロモンテは、ピエモンテ州ベルバーのくじをオッソラ県にあり、正式名称をカルバリオのサクロモンテという。バルベルガのサクロモンテは、ピエモンテ州トリノ県にあり、ベルモンテのサクロモンテという。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。